琉球土鳥餅とは、土鳥餅か土鳥餅属の寄生植物。小型の寄生植物で、12から1月頃、高さ8から15センチメートルの植物体を地上に出す。臨片葉は大色。地上に出始めの頃は家系に密着しているが、次第に開いていく。地下茎は海上で、川目がない。家系はこの地下茎の長短から、複数個出る。 花序は短くて、ほぼ休憩をしている。私有同種で一つの花水に、尾花と芽花が一緒につく。花水は休憩から楕円型で、長さ1.53センチメートル、普通は対抗色。ごく微小の芽花が、花水の表面に密生し、尾花は、花水の基部を取り巻くようにつく。尾花の花皮は4枚で、成熟後に反り返る。おしべは4つあるが、 互いに寄り合うので花びらの真ん中におしべが一つだけ突き出しているように見える。石灰岩地域の海岸林内で黒ヨナや琉球垣、大バ木に寄生し、場所によっては森林の地表に一面に姿を見せる。南西諸島ではギ色い土鳥持ちも似た場所に姿を見せる。日本には沖縄県の沖縄諸島、宮古諸島、八重山諸島及び尖閣諸島に 日本国外には台湾、フィリピン、オセアニア、スラウェシ島に分布する。琉球土取り持ちは牧野富太郎により琉球諸島固有種の B 黒いワイトされ、古い図鑑島ではこれを採用していることが多いが、最近では琉球諸島及び東南アジアオセアニナ島に広く分布する B 分後差と同一することが定説になっている。 生育地であるカキの地方公共団体が作成したレッドデータブックにも掲載されている。ありがとうございます。